今日の動画はいつも私が使っているお弁当箱だったり、あとスプーンとかお箸と、あとこのお弁当を作る時に使っているグッズを紹介したいと思います。私自身今はコロナの影響で在宅勤務が増えちゃって、あまりお弁当を作る機会もなくなったんですけど、最近先々週くらいから少しずつ出勤するようになって、お弁当作りもまた再開したので、また別にアップしようと思っています。まずお弁当箱から紹介します。サブヒロモリっていうところのお弁当箱です。でこのお弁当箱はまず詰めやすいっていうところがお気に入りのポイントです。四角とあとこういう楕円形の形があります。私的に詰めやすいのは四角いのよりもこの形の方が詰めやすいなって思ってます。で、あといいところがこのパッキンが外しやすくて、食器洗いの時に洗いやすいのがお気に入りのポイントです。これもパッキンが簡単に外れるんですよ。こんな感じで、なのでとっても洗いやすいです。この赤すごい美味しそうな、もうこの色からして美味しそうで、この色も気に入ってます。やった。これはちょっと蓋が重いんですけど、その分この本体がすごい軽いので、そう、でも蓋はやっぱりちょっと重いなって感じちゃいます。このお弁当箱今これたっぷり入るんですよ。こっちよりもたくさん入るのかな、いっぱい入る気がします。このプリントデザインが可愛いです。で、あとこれは実家から持ってきたお弁当箱なんですけど、三角になっててこんな感じで2段になってます。で、下にご飯を入れて上の段におかずを入れて、これをこっちで、こっちか。こうでした。こんな感じで持っていきます。で、食べ終わった後はさっきみたいに一段にコンパクトにして持って帰ると、この場所も取らないので、これもおすすめです。でもこれ若干量がちょっと少なく感じちゃうかもしれないですね。でもこれもおすすめです。あ、だけどこれについてるフォークが少し小さすぎて食べにくいので、私はこのお弁当箱を持つときは別にお箸とスプーンを持ち歩いてます。で、あとこちら、これが夏よりは冬に使うことが多いスープ用のジャーです。こんな感じで栗原はるみさんのものです。スープが温かいままお昼に飲めるっていうものなんですけど、ちょっとこれの悪い点が蓋が開けにくくて、熱々のスープを朝に入れてでお昼時間に食べようとしたら全然開かなくて、もうずっとこうやって開けようと思ってるんですけどやっぱり開かなくて、でどうやって開けたかっていうと、会社にキッチンがあるんですけど、そこにたまたまゴム手袋があって、でそのゴム手袋をはめて開けたら簡単に開いたので、もうそれからはこのスープを持っていくときは絶対ゴム手袋を使って開けるようにしてます。そう、でもこれが旧タイプで、今売ってるタイプはもっとここが滑り止めがついてて開けやすいようになってたので、今は多分大丈夫だと思います。こういうスープ用の入れ物一つ持ってると本当に便利です。こういう入れ物もセットなのでちょっとこぼれた時も安心ですよ、ね、こんな感じです。で、あとこちら
これはダイソーで買ったものです。たまに仕事帰りにどこか行きたいなっていう時はあまりこういうお弁当箱を持ち歩きたくないので、使い捨てのものに入れて、このお弁当箱のいいところはレンジで温めができるってことです。レンジで加熱 OK です。お弁当を持たない時もあるんですけど、やっぱりせっかく作り置きを作った時はやっぱりお弁当持っていきたい気持ちがあるので、こういう使い捨てのに入れてます。別のサイズがあって、これの半分くらいかな。それが私お気に入りだったんですけど、最近ダイソーに行ったらそのサイズがもう売ってなくて、これともう一つ、もう一つのためのサイズがあって、そう、これちょっと大きいなって感じたんですけど、でもこれをもう買いました。こういうお弁当箱じゃなくて、たまにはこういう帰り身軽になりたいなっていう時はこういうのを使ってみるのもいいと思います。これがお箸ですね。最初はこのお箸だけのタイプを使っていたんですけど、おかずによってはスプーンを使った方が断然食べやすいおかずとかもあったりするので、最近はもうこの2つをよく使っています。こちらもスプーンとお箸がセットになっているもので、やっぱりスプーンがなんだかんだ一番食べやすいです。でもこんな感じで収められます。本当にコンパクトで、こうやってスプーンとお箸も持ち歩けるのいいですよね。これです。こんな感じで、そしてこの箱の中はではおかずカップが入ってます。この箱もともとハンドクリームが入っていて、でこのおかずカップがちょうどすっぽり入る大きさだったので、それを今そのまま使っています。感じで、このカラフルのおかずカップはダイソーで買いました。あとこのシルバーの、これはおかずによって色を変えたりしてます。で、この赤いのは業務用スーパー、業務スーパーのものです。これは母が買って私にくれました。この赤いのも可愛いんですよ。あとは、炊き込みご飯、混ぜ込みご飯用のわかなです。お弁当に緑が足りないときにこれ使ってみようと思ってこの緑色を選びました。でまだ1回も使ってないからこれからどんどん使っていきたいです。であとこちら、こちらも混ぜ込みわかめの鮭です。であと大好きなゆかり、私ゆかりご飯が大好きでこれもよく使ってます。あ、これ手まりふ、よくお弁当を詰めているシーンの時にこのカラフルな丸いのって何ですかって聞かれることがあって、で私もコメントで教えていただいたんですけど、汁物のおかずを使う時にこの手まりふを下に敷いて使ったら、この手まりふが汁気を吸ってくれますよって教えていただいて、それからはもうずっと愛用してます。最後にこの手間リフを食べられるっていうところも好きです。ちょっとしかないからまた買わないとです。これもおすすめです。こんな感じで私のお弁当グッズ紹介でした。これからもう最近は出勤はしてるんですけど、毎日出勤ってわけじゃないのでお弁当の数も少しちょっとずつ増えてきた感じで、私の動画を見ていただいてお弁当作りましたとか、お弁当最近始めましたっていうコメントをちょこちょこ見るので、これからもお弁当生活はずっと続けていきたいなと思っています。では本
本日もご視聴ありがとうございました。